ご無事そうで何よりです。あ、これは失礼いたしました。自己紹介がまだでしたね。私はアスニアセキュリティ局所属のプロキシアン、個体識別呼称はアイレンです。人間様のお名前は？確認いたしました。作戦の効率を考慮し、今後はアーキテクト様と呼ばせていただきます。ええ、テーマズの欠陥品たちよ。レッドシフト。ふん。うん。スターシードは私がもらう。ダイナミックカーボン、ダイナミックカーボン展開。はい、オーロラも手伝うよ。オーロラ、この一発で終わらせるね。超精密射撃。最適の戦術とはこれです。ボロボロにしてやりますよ。ダイナミックカーボンに秘められた無限の可能性をお見せします。私の力で未来を切り開きます。これでも食らっ、ファイヤー。あらら、この一発で終わらせるね。百発百中よ。最適の戦術とはこれです。ボロボロにしてやりますよ。オーロラ、アーキテクト様、
大丈夫ですか？負傷部位を確認します。外皮の損傷率は 1% を超えていません。活動には差し支えありません。さっきのレッドシフトが追いかけてくるかもしれないので、一刻も早く脱出しましょう。質問の意図が分かりません。私は人間様のために制作された警護型プロキシアンです。警護対象が警護員の負傷を心配するのは明らかに不自然です。人間様の肉体では直接受け入れられないスターシードの力を使えるように作られた存在であり、ソウルドライブに人格を吹き込んで人類との類似性を持たせたアンドロイド。それが私たちプロキシアンです。そう。そうです。そうですが、地球上に存在するほとんどのスターシードはレッドシフトが占めています。レッドシフトを倒すことができれば、より多くのスターシードを活用することも可能でしょう。アイレンさん、アーキテクトさん、大丈夫ですか？お二人ともご無事だったんですね。任務の進行には問題あり。もちろんアイレンさん、その通りです。パワー今は地上一緒に墜落。アーキテクト様、アーキテクト様、地上です。え？待ち、オーロラ、こんな感情的になる時間はあり。早く出発。わかります。オーロラの完了しました。オーロラが助けてあげる。見事な配置です。そうです。うん、ちょっと痛いですよ。オーロラ、この一発で終わらせるね。ダイナミックカーボンに秘められた無限の可能性をお見せします。調整です。最適の戦術とはこれです。ボロボロにしてやりますよ。よし、
ささやかなプレゼントです。この戦闘で無事に生きて帰れたら私と結婚してくれますか？冗談ですよ。それにしても多すぎるって。みんな今この状況、お二人とも落ち着く。アーキテクト、はあ、ダメです。うう、ケチ。準備ができ、はい、明日に私たちをマリルライトさん。そうです。アーキテクト様。